こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は、前にもちょっと説明してるんですが、 MIDI とリアル音源っていうのが普通にどういうふうに違うかという、その MIDI 音源のお話ですね。で、 MIDI っていうのはこの、Mac の定番の、ソフトで、これ、Logic っていうんですけど、これもともと入ってるこういう音のこの切れ端をですね、繰り返すことによって、まあこういうで、ここからこのこう音が重なってきて、でこれがなくなってというような感じで曲が作曲できるソフト、まあ面白いんですけど、こういういろんなものを音重ね合わせてね、だから例えばここのこうやって再生してる時にこれをミュートかけちゃってというふうに、これそれぞれの音がオンオフができたりとかする形なんですね。でこっちのブルーの方がリアル音源なんですね。これをパッて見てみると分かると思うんですが、こういうふうに音の波形になってるわけです。これがいわゆるその音のデータと言われるやつですね。で MIDI のデータも音のデータなんですが、 MIDI は前にも説明したみたいに演奏のデータなんですね。でこれ見てもらうとほら分かるように、このキーボードのこのタイミングでこれを弾きなさいという情報なんですよ。なので、今ミュートかかっているので、ここね、ここから再生してみると、でじゃあもうこの音自体全部ね、これがいわゆるその管楽器の音になってるわけじゃないですか。管楽器の音じゃなくて、じゃあこれ管楽器だけど、これピアノの音にしちゃおうよっていうのもできるんですよ。そうすると、ね、そうするとこういう、マリンバでしょ、マリンバの音にしちゃおうかみたいな。オルガンの音にしようか。こんなの音の波形では CD の音をこういうふうに変化させるとか無理ですよね。例えばこの音をちょっと変えて、ここ変えて、この長さを変えてとかっていうふうにすると、音がだいぶ間違ったふうに聞こえるけど、こういうふうに音を後でいじることが、演奏のこのどのタイミングで何を演奏する、この音を演奏するっていうのをこうやってこう、してるデータ、これが MIDI データってやつなんですね。だからこっちの音のこっちの普通のデータっていうのは波形なんで、例えばテンポをゆっくりにするとか、例えばここタイミングちょん切ってここなしにしちゃうとか、例えばここの音はもうなしにしちゃって、こういうふうに突然途切れたりとか、例えばこういう波形のこの音量を上げたりとか、でテンポをまあ無理やり遅くしたりとか、そういったことはできるんですけど、このこういうミディ情報みたいに後でこう演奏データを変えたりとか音色を変えたりとかすることはできないわけですね。こういう、こう音をそれぞれ並べてやると、こうオンオフっていうのはできるんですけど、このミディっていうデータはこういう、要は演奏情報データで、これがこの波形のデータと。で波形のデータもうちょっとね詳しく説明すると、これ波形のデータでオーダーシティっていう僕がよく使ってるソフトなんですが、これなんかを見るとこう波形なんですね。これだからこういうこの音になってるんですが、このこれ細かく見ていくとね、ずーっと見ていくと結局これ点なんですよ。ほらこういうふうになってるんですね。だからこう一個一個こう点で取ってて、データがね、こういうとこ見ると分かると思うんですけど、こう大きいとことか、こことか見ると分かると思うんですけど、こういうデータなんですよ。なのでこうアナログって言われるこうレコードとかは、こう要は音の溝があって、その溝をこう針がこう進行していくことによってこう再現するんですが、これはその音のデータをこうやって点で取ってるってことなんですね。でそのここの点、ここからここまでの点をいくつ取るかっていうのが、まあ、いわゆるビットレート、また説明しますがビットレートっていうものになるわけですね。たくさん取ればたくさん取るほどデータ量は大きくなるけど、音はすごくこう良くなっていく、滑らかになっていく
でも、この点が少なければ少ないほど、まあ、ラジオみたいな音声だったりもっとこう音としては広がりがなかったりとかする音楽にはちょっと適さないような音色になってはいくんだけれど、その分こうデータとしてはこう少ないようのものを、送ることができるので、データの扱いが簡単ということになるわけですね。こういうふうに波形のデータとミディデータの違いっていうのを、こういうふうに見ていただきました。ご理解いただけたでしょうか。以上、参考になったなっていう方はぜひいいねマークを押していただいて、よければチャンネル登録の方もお願いします。詳細の方やカードの方でメールマガジンの登録の、部分がありますので、よければこういった、豆知識、音楽豆知識などを、毎日更新しておりますので、よければメールマガ登録、 LINE アットもありますので、そちらの方を登録お願いします。以上です。今日もご視聴最後までありがとうございました。